覗き見するとは趣味が悪いね。大佐は気づいていないが、ここで死んでもらう。エライアスを追っても無駄だと気づくだろう。リリスこそが我らの未来だ。まだ無理だ。した水銀を作業台の上にある器に入れてくれ。時間がいる。ここでは無理だ。それでどうだった？バルサは友情よりもリリスを選んだ。エライアスに説得され彼についていった。ありえない。エライアスは信用に値しない男だとわかるはず。エライアスではなくリリスに魅了されたのだ。彼女の理想に共感したのだろう。バルサは私の師だ。活動を始めた時から私を導いてくれた。こんなことって、はあ、だが私の仲間もリリスと結託したのだ。彼らがそこまで弱い人間だとは思わなかった。だからこそ
石を修復するのだ。奴の嘘をこれ以上広めないためにもな。まず水銀を少し取り、鍋の中に混ぜるのだ。硫黄だ。すり鉢で粉にしよう。ダメだ、うまくいかん。外で話すよ。今の彼には無理だ。どうすればいい？自分自身を信じようとしない。彼の疑念を消すことはできないが、彼の悲しみ、息子のことなら苦しむことになるけど、方法はある。なぜ彼を助ける？運命に任せればいいのでは。自分は危険に立ち向かえると時折誰もが思い出す必要がある。あとはやるしかない。ホラドリム、こっちへ来て。なんだ、どうした？連れて行きたいところがある。沼地の中の古き力のある場所だ。きっと役に立つよ。残るんだよ、ホラドリム。まだやるべきことがある。知るか、沼の魔力が今まで以上に強いぞ。若い頃、バルサに連れられてこの場所に来た。ここだったら、恐怖だろうと、悲観だろうと、内なる悪魔と戦える。誰がそんな…いや、いい。我慢の限界だ。で、代わりに何をする？沼地にただのものなんてないよ、ホラドリム。あんたの魔術でさえもね。どういう論理で勝てると思ってるか知らないけど、勘違いだ。私は…冒険心はないのかい？若い頃に忘れてきたんじゃないだろうね。外に出て、沼に捧げ物をするんだよ。大事なもの、例えば指輪や首飾りなんかがいい。その間にあんたには2つのものを集めてもらう。ウジ虫の体液と黄色いハスだ。馬鹿げている。
考える。エネルギーが足りない。まだ無理だ。無理だ。
時間がいる。よし、急ぐよ。ドナンを待たせたくない。沼の賜物を釜に入れてお茶を煎じるんだ。お互いにとって時間の無駄になるだけだ。火鉢が見えるかい？それぞれに火をつけて、次にお茶でも飲んで待つとしよう。何を持つ？沼の呼びかけだよ。傷口から毒を出すように沼が中にある苦しみを引き出す。心配しないで。父さん。ヨリ、息子か。どういうことだ。帰ってきてくれ、頼む。お前を行かせたせいで止めるべきだった。お前をエルドハイムから出さなければ。なぜ止めなかったの？わからない。お前の顔には決心が。行くべきだったんだな。そうだよ。そしてまた行く。待て待て、お願いだ父さん。もう行かなきゃ。障害になると警告したはずだ。奴らを見ろ。くだらぬ感情に流され対局を見失っている。真の脅威はエライアスではない、リリスなのだ。あの女を恐れている理由が分かる。お前は我を必要とする。我が破滅はすなわちサンクチュアリの終わりだが、お前なら奴を止められる。この沼から出られるポータルを開くというのはどうだ。ホラドリムの責任であるが、エライアスを奴らに対処させればいい。我の力を合わせリリスを止められる。お前は決して味方などではない。仲間のところを戻る。いずれ審判の日が訪れる。
その時こそ誰を頼るべきなのか分かるな。ポータルを使って仲間の元へ戻るんだ。見事な勝者、その責任はお前に。まだ何とも言えない。お茶の効果が切れるまで歩き回ってた。沼を少しでも長く歩くと収穫もその分大きくなる。あんたも相当長く歩いたけど、彼と同じように内なる悪魔と直面したのかい？あ、これで最後だといいが。始めよう。鍋の中の水銀をかき混ぜろ。それから火だ。車輪をちょうど2回回せ。次は硫黄を細かくする。慎重にな。できたか。結構楽勝だったね。この魔術は負担がかかるのだ。相当な困難を乗り越えなければこれを用意することはできない。確かにね。それでももういい。時間がない。先を急ごう。ザカラム砦でまだやるべきことがある。決着をつけよう。
ここでは無理だ。